KK ボックスをお楽しみの皆さん、ごきげんよう。カリスマ .com DJ ゴンチです。 MC のいつかです。私たちは6月4日に初のフルアルバムディストッピングをリリースしました。そしてそのアルバムを引っ提げて全国5カ所ツアーで回ってきました。はい、先日ファイナルのエビスリキッドルームが終わったばかりなんですけれども、はい、どの会場も思った以上にお客さんがの盛り上がりが若干押され気味で、ただそれを押し返すぞっていう意気込みで私歌わせていただいたので、どうだったかなと思います。そうですね、それがちょっとでも伝わってればいいですね、はい、特にあのファイナルのエビスリキッドルームは、はい、あの私はお客さんの多さにまず圧倒されてそうですね、こんなに来てくれているっていうので、あの若干高ぶりを抑えるのに最初の2、3曲はあの冷静を装っていた。そういうところもあります。そういうところありますか、はい、そういうところはですね、今回 KK ボックスさんでですね、そのツアーのファイナルである東京公演のライブレポートをご覧いただけます。はい、それに書いてありますかね。そうですね、あのいつかさんは高ぶりを抑えていたそれをチェックしていただいて、あのちょっとカリスマ .com いいなって思った方はですね、次回のライブもぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくどうぞ。そしてあの実はですね、私たち経験ボックス利用させていただいてます。はい、なんかゴンチがおすすめの機能があるということですが、そうですね、私がいつも使っているのはあるジャンルをこう1曲選んで、うん、そのジャンルをあのシャッフルして、うん、同じような曲をこうシャッフルで流してもらうっていう。じゃあ好きな曲調の知らない曲とかが勝手に流れてきたり。そうそうです。じゃあ新しい発見がありますね。そうですね、うん、あの特にジョギング中なんか聞いてて、うん、その結構同じようなテンポなんで、うん、それをこうリズムに乗りながら楽しんでます。ちなみに好きなジャンルは何だったんですか。私あの、はい、いつもやっぱりあのジョギングはちょっと早めの曲の方がいいので、はい、ダンスのところでちょっと選ばせてもらってます。あ、そうなので皆さんもぜひそのような使い方も楽しんでみてはいかがかなと思います。はい、おすすめです、はい。そしてさらにですね、はい、私たちの曲もなんとあの数曲 KKBOX さんの方で、配信しているということなので、はい、そちらもぜひチェックしてみていただけたらなと思います。はい、ジャンルなんですかね。私たちどうなんでしょうね。あれじゃないですか、なんかこうアグレッシブ攻撃的じゃないですか。お、アグレッシブ、アグレッシブアグレッシブとかに入ってると思います。そんなのあったっけね。あのニュージャンルニュージャンルですね、はい、チェックしてみていただけたらなと思います。先頭前に聞いてください。はい、以上カリスマ .com DJ ゴンチと MC のいつかでした。